始まりましたか。あ、始まった。はい、じゃあすいません、時間となりましたので、ブルーユナイテッドアスリート、ブルーユナイテッドトーク、よろしくお願いします。始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは今日皆さん集まっていただいてありがとうございました。日本時間は夜の、10時、コロラドは今何時ですか？今朝の7時です。いや。タケさん、ニューヨークは何時ですか？9時です。9時ですか？朝9時です。はい。すいません、朝早く夜遅くに集まっていただいてありがとうございます。ありがとうございます。なんでもないです。はい、まず今日は、ブルーユナイテッドトークとして、まあ、このコロナの大変な中、僕らブルーユナイテッドが何か皆さんにお伝えできることがないかと思って、趣旨に賛同してくれて集まっていただきました。ここに、集まっていただいたメンバーの紹介をまず僕の方から簡単にしたいと思います。まずは MLS レアルソルトレイクで活躍した田中輝和さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。今紹介に預かりました田中輝和と申します。僕は2017年まで、選手としてやっていたんで、3年前までですね、日本だと大宮アルディージャ、横浜 FC、 サガン鳥栖で、その後、今いる中村武彦さんのお力添えをいただき MLS に行ってから、タイ、マレーシアで、5年間合計14年間サッカー選手としてやらせてもらって、で今は会社員として働きながら、4月1日からブルーユナイテッドに関わらせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では次ですね、先ほども紹介したようにコロラドから今日参加していただいている栗本君選手、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。僕は今、USL のコロラドスプリングススイッチバックス FC に所属しています。昨年は同じく USL の、フレズネ FC というところで1年プレーをしていました。その前は6年、日本の JFL のホンダ FC に所属していました。今日は皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。アグ大丈夫か？はい、ありがとうございます。では次、アメリカでプレーした次、東幸太郎選手、よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんこんばんは、東幸太郎と申します。この前の2019年シーズンまで、2017年から3年間チャールストンバッテリーで、プレーさせてもらってました。その前まではオーストラリアやったりドイツで、合計4年行って、そうですね、海外はもうかれこれ7年ぐらいになるんですけど、まあアメリカに渡ってからこのブルーユナイテッドの皆さんにお世話になってます。なんで今晩もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では次、リッチモンドキッカーズでプレーした、井村雄大君、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます皆さん。2014年から、2018年まで、そうですね、リッチモンドキッカーズに在籍していまして、去年はタイの方でプレーしていました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなり緊張しだしたね。でも俺ですか？俺ですか？思った、それ思った。そっからもうちょっとダメになったもん。なんかいつもの調子じゃないけど大丈夫？あ、俺ですか？俺ですか？いや、こっからじゃないですか。ちょっとやめてくださいね、最初から本当に。はい、もう大丈夫です。よろしくお願いします。大丈夫です。はい、では次ですね、ブルーユナイテッドコーポレーションの、e スポーツ部門ブルーユナイテッド EFC から参加していただいています、ザクト選手、よろしくお願いします。
お願いします。チャクトです。2018年の5月のに行われた、フランスで行われた E クラブワールドカップの出場をきっかけに、ブルーユナイテッド EFC として活動させていただいてます。正式には、2018年の11月から、設立ということになってますけど、まあ、その5、6ヶ月前ぐらいからは、EFC として関わらせていただいております。タクトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。では、アスリートの最後、どこにいるんですか？あなたは。端にいますね。端にいますね。アグ選手、よろしくお願いします。はい。ちょうど1年前ぐらいですかね、の、EJ リーグという、J リーグの e スポーツバージョンですね、に、参加するとともに、その出場をきっかけに、ブルーネット ESC に所属することになったアグです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まとめてきた、ね。あれ、多分、もう一人緊張してるやつがいたな。やべえ、コータロータ。俺ちゃうやろ。完全に金髪やろ、今の。違うか、はい、ありがとうございます。そして最後に、弊社ブルーユナイテッド代表の中村武彦にも参加していただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブルーユナイテッドの中村です。2015年に作った、まだ新しい会社ですけど、こんな企画できるとは思ってなかったし、こんなに多くの人が参加してくれるとは思ってなかったんで、感無量です。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。進行はブルーユナイテッドの奥田哲也です。よろしくお願いします。お願いします。で、お願いします。お願いします。すげえ爽やかだね。もう2時間前ぐらいからしっかり準備します。後ろのユニフォームすごいもん。完璧だね。確かに。いや、で、ちょっとね、EFC のユニフォームがなかったんで、本当にちょっと後悔してるんですけど、これ、見えるこれ。俺が持ってるわ、ごめん。一応、ブルーって仕込んだんだけど。お、自分で作ったんですか、それ。え？自分でやらはったんですか、なんか、DIY 的な感じで。早い早い。ツッコミが早い。え？いや、普通に気になったし。隠れちゃってるけど。うん、隠れて頭はい、すいません、ありがとうございます。今日は、1時間11時まで、約1時間のトークライブとして、いろいろ話を聞いていきたいと思うんですが、もう早速、いろいろテーマに入りたいと思います。今回のトークテーマとして、ブルーユナイテッドアスリートの素顔、まあ、皆さん、自己紹介も含めて初めてだと思うので、どんな人なのか、どんなことやってきている人なのかっていうところを知っていただく部分と、まあ、こんなコロナの影響もあって、自宅待機だとか、あまり外出できないっていう状況にもあるので、皆さんがどんな過ごし方を普段しているのかっていうところを聞いていければと思います。はい。で、まず最初、素顔のところもそうなんですが、過ごし方っていう部分でいろいろみんなに話を聞いていきたいと思います。はい。一応使っとかないといけないかな。今の過ごし方。まずは、せっかくアメリカから参加していただいているので、栗本くん、コロラドの栗本くん、はい、今どんな過ごし方を過ごしてるんですか、家で。今は、そうですね、リーグの方も練習も3月の中旬頃から、全部中止になっているので、基本的には、リモートワークという形になってます。で、そのリモートワークっていうのでも、まあ、チームから動画が送られてくるのをやるだけじゃなくて、まあ、やっぱりミーティングとかも週2ぐらいであるので、まあ、そういうのを、まあ、課題とかも出てるのでそういうのに時間を費やすのが多いですね。その課題って何なんですか？基本的にチームの戦術に照らし合わせて、まあ、なんか他のチーム
自分と似てる選手、自分が求められてる役割を、行っている選手を探して、なんでその選手が、うちのチームで求められてる役割と、なんか似てるのかみたいなのを提出したりとか。じゃあトレーニングもに合わせ、トレーニングもそうだけど、チーム戦術の勉強みたいなことも合わせてやってたり。はい、そうですね、そういうのが結構あります。もう本当に外出はできない状態ですか？まあ、外出必要なものは、あ、もう本当に1週間に1回スーパーに行くぐらいなので、まああとはランニングですね、外に。あの、それぐらいしか。よくインスタで見せてくれる山の風景ですよね。毎日山行ってます。毎日毎日行ってんの？ほぼですね、ほぼ毎日行ってます。あれは走って行ってるんですか？あれは、はい、全部基本的にはもう車も今持ってないので走って。どうですか、自宅でのトレーニングって結構はかどりますか？結構ストレスですね。あの、やっぱり僕2階に住んでるんですけど結構音響いちゃうんで、なんかその辺すごい気使うなっていうのはやってて思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、なかなか自宅でのトレーニングも本当に体作らなきゃいけないから大変だと思うけど、はい、まあ、工夫しながらやってるってことですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあ次、タケさん聞いてもいいですか？あ、もちろんです。タケさん、今どんな日常を過ごしてらっしゃいますか？どんな日常？あ、もうね、3月の12日からオフィスは閉めて、ずっとハビってうちのニューヨークオフィスにいるスタッフですけど、共にリモートで家で働いてるんで、もう1ヶ月以上、そろそろ2ヶ月かな状態で、本当に出かけ、外行くのは運動するときか買い物行くときぐらいで、買い物もそんなに怖いから行かないんで、近所に運動に行くぐらいですかね。だから本当に普段引きこもりです。人と会うこともないっていう状況ですよね。会わないです。全くないですよね。あ、外で、運動、例えばジョギングするときも、他人がいたら必ず2メーター以上離れるんで、あの、誰かと会うってことはないですね。やっぱなんかこの話を聞いてても、ちょっと日本との温度感って全然違うような気は、なんとなくしますね。日本がちょっとよくわからないですけど、ネット上で見てる限りだと、こっちの生活とは対比が、対照的だから、日本ってやっぱ本当に感染に強いのかなと思ったりは。だって数字とか上がってないじゃない、全然、危ない危ないと言われつつ、だからニューヨークなんてね、セントラルパークに八重の病院が設営されたり、マンハッタンの港にね、海軍の船が入ってきたりとか、すごい非日常が起きてるんで、ネット上で見る日本との対照感がすごいなって感じですね。そうですよね。まあ、今視聴者の皆さん、これみんながどこから参加しているのかってわからないと思うけど、一応コロラドの栗本くん、ニューヨークの竹さんで、テルさんは今、僕は福岡ですね。福岡、はい。そうすると福岡は多分近く、熊本の阿久。そうですね、はい。そうですね、近いですね。で、佐久斗くんは、千葉。は千葉の松戸ですね、はい。千葉松戸。で、一番上の幸太郎は今京都。はい、はい、京都です。で、雄大が東京。東京です、はい。で、僕が、長野県の松野。本当に全国、バラバラ怖い。来たね、来たね。早いよ、まだまだ。あ、来た、すみません。まあ、本当に各地でいろいろと過ごし方も違うし、状況も全然違うとは思うんですが、
ちょっと喋り出そうな、アグ、どういう生活を今してますか、熊本で。そうですね、もともとこの e スポーツっていう職業が、まあ、在宅でできるお仕事なので、そのコロナになって、なんか、変わったこととか言えば、まあ、もろ自分と、まあ、サクとも影響を受けたんですけど、その、まあ、オンライン上で対戦などはできるわけなんですけど、はいはいはい。まあ、勝ち進んでいくと、世界大会といって、オフラインの大会が行われるんですよ、リアルと同様に。オフラインっていうのがみんなが集まって、うん、そうですね、はい、世界各地から。そうです、世界各地から集まって、そのフットチャンピオンズカップだったりとか、自分たちが出た E クラブワールドカップだとか、でそういうオフラインの大会に、大会がリアルのサッカーと同じように、今一時停止だったりとか延期になっちゃったりとかしてる状況なんで、そこだけがちょっと変わった部分なのかなって感じですね。はい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 、普段からその練習だったりとか活動なんかは在宅でできることなんで、そのオフラインへのイベントの参加などがちょっと変わったところですかね。うん、まあ、でもなかなかそのオフラインの大会ってところを目標にしてる部分もあるから、まあ、そうなんですね。もちろん栗本選手も、まあ、自分が本当にプレーできる場所がなくなってるっていうことを考えると、選手にとってはなかなか厳しい、モチベーションを保つには大変なんじゃないですか。いや、めちゃくちゃ大変ですね。もうだからオンラインで何かできる、ああいったこの間の EJ リーグのオンラインチャレンジカップだったりとか、ああいった試みは素晴らしいなって思うんで、今後どんどんなんかいろいろやっていけたらいいなと思ってます。なるほど。これって松本山雅でね、サポーターからコールまで作ってもらったもんね。あ、そうです、ちゃんとまで作っていただいて、もし松本山雅のサポーターの皆さん見ていただいたら、ありがとうございます。今ね速報が入ってね、47人も見てくれてるって。え、おー、すげえ。ちょっとコメントとか読まないんですか？いいね。バタバタすんなって。ちょっとオペレーションがなかなか慣れてないので、ちょっと。あ、コメント、自分にいっぱい来てるじゃないですか。髪型決まってるねって書いてますよ。あぐに？あと、ふみさん、ありがとうございます。はい、まあそんな感じです。すみません、なんか出せちゃった。Okay、じゃあちょっとコメント拾える人があったら拾ってって。はい、了解です。よろしくお願いします。はい、タクト君はどうですか？同じスポーツの選手として。まあ、そうですね。やっぱ、まあ、アグとまた似たような状況なんですけど、そうですね。まあでも、ね、だんだん最近収まってきたみたいな話もあったり、まあでも二次感染があったりみたいな話があって、まあいつ再開するか分かんないんですけど、一応、まあ、再開して、世界大会出ることになった時のために、まあ、一応、日常的にはトレーニングしてる感じですね。うん。うん。そうですね。こんな感じです。はい。これ、僕の本当に単純な疑問なんですけど、サクト君、アグ君、まあ、基本的にはゲームしながらトレーニングしてるじゃないですか。はい。はい。なんか体のトレーニングとかってしてるんですか？クリちゃんとか。まあ多分雄大もやってる、雄大もコウタロウもやってると思うんだけど、同じように。体というよりかは、ね、目のトレーニングとかですかね。はい、こう反射神経の、なんかソフト、こういうなんかソフト使って、こう、ちょっと高めてみたり。使ってない。誰がエースだったの？使ってない。こっちと同じ反応してるやん。いや、うん、やってないっすね。アグは若いんでね、まだ。あれなんですけど、僕なんかちょっともう、e スポーツの年齢的には結構、年ってか、ベテランの方になるので、ね、うん、まあ最近そういったトレーニングもちょっと取り入れてみたりとか、あと、最近っていうか、イタリアに行った時に、たまたま、直樹さんってマネージャーがいるんですけど、マネージャーさんに、なんか、サプリとかなんかいろいろちょっと用意して持ってきてくれっていうのをちょっと頼んで、見たんですね。目のサプリとか、と、まあなんかその栄養補給だったりとか、っていうのを、はいはいはい、まあちょっと試してみた結果なんですけど、まあなんかその目のサプリが結構良くて、
そう、なんかそういうケアも大事なんだなっていうのを感じて、まあ、最近はそのトレーニングした後ちゃんと目をケアしてサプリとか飲んでホットタオルとかしてっていうのをしながらアスリートやな、すごいすごいな。そういうのはちょっと継続的にやって一つだけいいっすか、一つだけいいっすか。どうぞどうぞ。アグはなんか行くね。来たよ聞こえてる、これで遠いのかな。いや聞こえてますよ。聞こえてる。あれもしもし聞こえてますか。アグはいいよ。はい、聞こえてます。はいはいはい、やってないです、すいません。あでも、サプリとかに関しては、目薬打つようにしたりだとか、そのなんかブルーベリーアイみたいなやつ飲んだりとか、自分も今22になったんですけど、先月ぐらいに、22になったんですけど、やっぱ目を酷使するお仕事なんで、その目の疲れっていうのが若い時より全然なんか体に出てくるようになって、そういうなんかケアとか、まあそのミラノの大会をきっかけにやるようになりましたね。まあでもまあアスリートだし、あんまりリアルのサッカーとももちろん体の作り方も違うけど、トレーニングはしていかなきゃいけないと思うから。そうですね、同じだよね、過ごし方って言ったらね。そうですね、ほぼ同じような感じだとは思います。ありがとうございます。雄大選手、はい、井村選手、この前ブルーユナイテッドのインスタにトレーニングの様子を上げていただいたんですけど、特に腕立て、違う、逆立ちのやつか、あ、倒立ですか、はい、倒立のあれふざけてたよ、はい、普通にあんなんないから。あれ本当にやってるんですか。時々、はい、やってますね。まあ、毎日っていうわけでいかないんですけど、時々やらせてもらってて、やっぱりちょっとスペースが必要なんで、ちょっと注意してほしいっていう感じですね、皆さんやるときは。はい、やらんからあんな。本当なら10回やるはずだったんでしょ。そうです。なんですけど、まあ、尺のことも考えて、やっぱ5回ぐらいで終わらせた方がと思って、やらせていただきました、皆さん。はい、特に山賀のサポーターさん、はい、あ、今ねコメント来てて、はい、原田慎太郎さんが俺も出たかったっていう。お前アスリートブルーアスリートやった原田さん。確かに今度出てあと、ホンダ FC のファン、ふみさん、チャンネル登録もしてくれました。で、井村選手を久しぶりに顔を拝見して嬉しいですってコメント来てます。どなたですか。ふみさんじゃないでしょ。ふみさんじゃないですね。ホンダ FC のファンですね。あ、ふみさんじゃないよ、てっちゃん。あ、まさか47フットボールさん、ありがとうございます。コメント、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、過ごし方としてテルさんどうですか。はい、いつもはそうですね、まだ、まあ、福岡の方もそこまで、まあ、自粛はしてるんで人は減ってますけど、そこまで、なんて言うんですかね、こう危機的な状況っていう感じはしなくて、で僕も普通に会社に出社してますし、まあ外食とかもそういうのもなくなったんで、会社行って家に帰ってくるっていうのみなんで、その接触とかはしない感じがずっと、日本が非常事態宣言出てからなんで、まあ、2、3週間いかないぐらい続いてるっていう感じですかね、今のところは。最初福岡も大変でしたもんね。そうですね、なんか結構病院とかでちょっと増えてた感じがあるんで、一般的なところでかなり増えてたっていう感じはしなかったんで、まあ、あとはそういう段階で福岡の知事とかが結構早い対応はしてたんで、そこまで今広がってない状況なのかなっていう今感じですかね。なるほどなるほど。もう本当に多分皆さん各地でいろいろと
各地での大変な過ごし方もあると思うんで、まあ、コロナにかからないこと、本当に人にうつらないってこと大事だと思うんで、まあ、気をつけて過ごしていってください。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次のテーマ、どんどん行きたいと思います。ありがとうございます。次がですね、アスリートの素顔っていうところ、まあ、だんだんここに本題になってくると思うんですけど、せっかくなんでいろいろと皆さんの素顔を知るためにアンケートを取らせてもらいました、事前に。皆さん回答ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にアンケートを見ると本当に人となりが分かるなっていうぐらい、個性的な回答もあれば、すごく真面目に書いてくれる、回答もあれば、人もいれば、一言だけで返してくる人もいれば、いろいろと得たなっていう感想がありました。怖えな。はい、そんな中で、まず、まあ、皆さん、アスリートということで、第一の質問をしたいと思います。第一問目。はい。選手として最も感動した瞬間や、そのプレー、っていうお題を皆さんにアンケートで聞きました。で、皆さんから回答をいただいているんですが、まず、孝太郎君、東選手。はい。はい、ドイツのチームで、最後の試合っていうふうに書いてくれていて、はいはい、まあ、本当にさっき自己紹介のところでも海外生活、はい、海外のプレーが長いっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、このドイツの試合、はい、まあ、もう一つでありますけど、はい、チャリスのバッテリーとサインした時、この2つがあると決めきれないって書いてくれてるんですけど、このドイツの試合の説明ってお話聞いてもいいですか？そうです。ドイツは、大学卒業してそのまま行ったんで、今みたいにそのコーディネーターとかを探すっていう手段があんまなかったんで、まあ人伝いでもうそのまま行って、でそうですね、向こうのドイツにそこからずっとお世話になってたんですけど、だからもう何も分からへんまま行って、もちろんドイツ語も分からへんかったっていうのもあったんですけど、まあなんかそんな中で3年間ずっとやって、やっぱりまあちっちゃい村でやってたんで、6部のチームでやっぱみんなよくしてくれるんですよね、そういうとこは。でまあビザも切れるっていう風になって、まあ次のステップもあるし、そろそろ帰ろうかなっていうタイミングで、まあその3年間ずっとやってたチームでのリーグ戦の最後の試合で、まあ僕は全然知らなかったんですけど、まあサプライズじゃないですけど、3年間よう頑張ったなみたいな感じで、まあいろいろなんかプレゼントやったりセレモニーみたいなサプライズでやってくれて、そうですね、その時がまあ別に何の結果も残したわけでもないですけど、なんかサッカーやってて人とつながる瞬間を感じれたっていうことで良かったなっていうふうには振り返るとありますね。そうです。本当に初めての場所がドイツでプレーしたんですね。はい、初めての海外で、もう、そう、最初は怖かったですけどね、でも、まあ、慣れたらっていうふうなあったんですけど、まあ、僕らなんか本当にアメリカ行って、英語はまあ、少なくとも単語ぐらいは分かる状況ですけど、ドイツ語はほぼほぼ分からない状態で行ったんですもんね。全くですね、全く分からなかったですし、その行った先のドイツ人のおっちゃんがお世話してくれたんですけど、そのおっちゃんも全然英語喋れへんし。じゃあコミュニケーションはもう本当にジェスチャーとか。そうですね、最初の方はもうジェスチャーとか、まあもう言われる馬がついてったり、気付いたらチーム決まってたみたいな、すごい、感じで行って。そうです。まあもう今ドイツ語忘れましたけどね。顔めっちゃ赤くないですか？顔めっちゃ赤くないですか？あんな、な正面じゃんこれ。なんでへんわ。そんな緊張してへんわ。一人だけ飲んでいいか？飲んでそれぐらい、本当にそれぐらい。じゃあこれ、確かに高いですね。うっさにあぐ。第2回はちゃんとやってる。でもう一個がチャールストンバッテリーとサインしたときって、はい、僕もいろいろと話は知ってるけど、はい、
は印象深いよね。ああ、うん、そうですね。竹さんも知ってますもんね。ああ、うん、まあドイツ行く前からアメリカに最初行きたかったんですけど、まあほんまに全然そういうなんていうんですか、コネクションが見つからへんかって、で、まあ仕方なくじゃないですけど、まあドイツやったら行けるってなったらドイツ行ったっていうのはあるんですけど、まあそこからドイツ行ってる間もアメリカでやりたいっていうのはあって、まあいろいろ探しながら、でも最終的にもう人伝いでは無理やなと思って、まあね、アメリカだったらトライアウトがあるんで、まあそこはみんな平等にチャンスがあるっていうことで、まあ最後に、タイミング的にももう最後に行ってみようかなみたいな感じで、行って、まあ長年の夢っていうこともあったんで、その時はポンポンって決まったんですけど、やっぱり自分が追いかけてた夢に、なんていうんですかね、夢が叶ったじゃないですけど、そこに届いた瞬間はやっぱ、ああ、やっててよかったなっていうことで、選手としては感動という、感動たまたちゃいますけど、なんか変な感覚ありましたね。あの試合は確かシアトルとの練習試合だよね、プレシーズンの。そうですね、プレシーズンマッチで、その時はまだ。結構すごいとこから決めて、はい、で、チャールソンの監督から連絡が来て、代理人知ってるっつって、いや、知らないですっつって、で、この選手サインしたいんだけど、間に入ってくんないって言われて、まあ、翻訳とか通訳だけ手伝わせてもらいますっていうとこから、小太郎君と。の付き合いが始まったもんね。で、まあ動画とか見て、うん、確かにこれ印象鮮烈だなっていうゴールを決めたから、あれで勝ち取ったんだろうな契約をっていう第一印象でしたね、真面目に答えると。ありがとうございます。まあそうですね、僕もでも普段なんていうんですかね、ゴールとか決めるの得意じゃないんですけど、なんかあそこであんな感じでゴール決まったんとかも変な感じでしたね。なんかラッキーが重なったというかっていう感じで、今までなかった感覚はありました。あれですよね、もう正直そこまで大きな合体というか体じゃないじゃないですか。はい、まあ、もちろんアメリカとかドイツにでプレーする選手に比べたらちっちゃい方だと思うんですけど、はい、なんで取られた、まあ気に入られたと思いますか、今振り返ってみると。今振り、まあでもやっぱりそこにいてないタイプっていうのはありますかね、うん、僕もチームに入ってもちろんみんな大きいんですけど、まあそん中で、うん、フィジカルはあるけど、そのちょっとなんていうんですか、技術的には劣りますし、なんか変化つけるプレーっていう意味で、まあ他にない特徴を持ってたっていうことで取ってくれたんかなとは思います、うん、はい。そうですね、これも真面目なコメント添えると、結局外人取る時の理由ってそこが一番大事ですもんね。うん、まあ、竹さんよくおっしゃってますけど、本当に外国人として助っ人としてちゃんとプレーすぐできないと気に入ってくれないとかっていうのがありますもんね。そうね、じゃないと外国人を取る理由がないんで、うん、アメリカ人をそのまま取ったらね、うん、楽だもんね、チームが。そういう意味だと栗本選手も結構自分のプレーを出すのに苦労した時期もありましたよね。そうですね、結構やっぱり我が強いんで、まあ、なかなか信頼もしてくれないとすごい感じますし、うん、そういう面ではすごい時間がかかったなというのは特に昨年思いました。クリちゃんなんか特にアピールしづらいポジションだからよく取れたなって感心するよね。結構フレズノの時はそうですね、最初に練習参加をした時、プレシーズンに練習参加をした時に、まあ、キャプテンの選手とすごいプレーの相性があったっていうのが僕はすごいありがたかったなと思っています。もうそれでもう今のチームだとキャプテンも任されてるぐらいだから、本当に信頼というか勝ち取ったっていう印象がすごく強いですね、僕からすると。まあ決してそうですね、英語もまだ全然できないですし、まあ、どちらかというとその練習に取り組む姿勢で選んだっていうふうに監督からは直接言われましたので、うん、まあ、ただそのキャプテン、それ大事だね、そのキャプテン
としてできることをやんなきゃいけないことっていうのは、まあ、プラスアルファで絶対あると思ってるので、うん、そこはちょっと今シーズン新しい自分にとってのチャレンジになるかなと思ってます、うんうん、確かに山田拓也さんも原田慎太郎くんも栗ちゃんも広山希美くんもみんなそういう取り組む姿勢でキャプテンもやらせてもらってるっていうのはみんな共通するところだよね、うん、もうそういう意味で言うとテルさんなんかも MLS レアルソルトレイクで活躍して、はい、まあ、いろんな有名選手とも対戦したっていうところをアンケートに書いていただいてるんですけど、はい、やっぱ名前だけ見るとベッカムだとかアンリー・マルケスと一緒に試合ができたことがすごく印象に残っていると書いてあるんですけど、そうですね、僕はそれこそ、MLS に行って5試合しか出れなかったので活躍はできなかったんですけど、まあ、しかもそのプレシーズンで、まあ、ベッカムとかと一緒のピッチに立てたっていう時は、まあ、本当にちょっとミーハーですけど、うわっていう、なんかそんなちょっと感動はありましたね。なかなかそのエレ・ギャラクシーでプレーしてるベッカムと対戦した日本人って、まあ、本当に唯一ぐらいだと思うんですけど、うん、盛り上がり方とかってすごかったですか、やっぱり。そうですね、なんか全部がなんかこう経験したことないことばっかりだったんで、なんか試合前に花火打ち上がるとか、なんかそうですね、こうロッカールームとかもなんか音楽ガンガンに流れてるとか、なんかこう、うん、記者会見というかそのインタビューとかもロッカールームにこう入ってきてこう撮ったりだとか、はい、日本では全くそういうのを経験したこともなかったんで、もう全部が新鮮でしたし、うん、まあ、ちょっと僕の場合は結構辛いことの方がというか、まあ、言葉がもうほぼ喋れない段階で行ったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとコミュニケーションを取るのにだいぶ苦労して、いろいろそれこそ武さんに相談させてもらったりだとかっていうところもありながら、結局、MLS ではもううまいこと結果を残せず帰ってきたっていうのもあるんですけど、その後の僕のサッカー人生には、まあ、海外でやったところでもかなり生きたんで良かったかなっていうふうには思います。まあ、本当に今でも少人数でしかプレー、MLS でプレーする選手が少ないので、もっともっといろんな日本人の選手が活躍してほしいところですよね。まあ、僕なんかもいろいろと応援してはいるんですけど、はい、そうですね。であとなんか J リーグから行った選手で多分僕が最初かなと思ったんですけど、うん、実はデイビッドソン・ジュンマンカスっていうのが先にデビューしちゃったんで、ちょっとそのお株を取られたっていうところでちょっとマーカス行くなよと思いましたけどそういった日もあったんですね、はい、相談したんですよね、行くときに。実はマーカスに一緒に相談したんですか。はい、いやアメリカどうなのって言ったら、なんか俺も行くんだけどって話になって、なんか、ええっていう、なんかそんな会話をしたのがなんかちょっと思い出しました今、なかなかそれは裏話というか、僕らはなかなか知らない話ですもんねまあでもここに映ってる選手は全員一発で受かってるっていうのは共通してるよね、トライアウト。例えば、まあ、一発にしろ、本当に絞っていってる。例えば、テル君も一発で J リーグのトライアウトで受かったし、雄大も一発目、二発目ってね、どこだっけ、1個目、ニューヨークシティ FC の下部チームだよね。そうです、ウィルミントン。そうだよね。で、リッチモンドで一発で受かって、はい、で、コタロ君もチャールストン一発で受かって、で、クリちゃんも1年目行ってダメだったけど、2年目また、1チームか2チームで絞って一発目で受かってね。やっぱ受かるときってもうダラダラってやってると受かんないよね、はい、っていう印象はすごい皆さんを見てて十何年間見てきた中で感じ、まあ、ハラディも一発だったし、山田さんも一発だったし、平野さんも一発だったし、鈴木孝之さんも一発だったし、西村拓郎君も吉武君も目に一発で決まってるよね。まあ、でも本当に志というか、本当にストイックに
ターゲット絞って強い意志持って望んでる選手の方が多いですよね、やっぱりアメリカでプレーしてる選手って。奥田哲也選手のようにね。ああ、いた。引き出すために、それを。見たいけどな、その話も。唯一俺だけ触れられなかったから、自分で振ってみたら。まあ、僕の話はいいとして、じゃあちょっとこのトピック、ザクト君最後お聞きしたいんですけど、はい、今年のイタリアの大会、はいはいはい、直後の世界大会予選まで過程すべてって書いていただいてるけど、はいはい、これはちょっと説明してもらってもいいですか？あ、まあ、もちろん感動した瞬間いっぱいあるんですけど、まあうん、世界2位のマエストロに勝った時とか、そういうのはいろいろあるんですけど、うん、それを差し置いても、ちょっとイタリア直後の大会の内容がめちゃくちゃ良かったんで、うん、ここですね。まあ、実際、世界大会出て、イタリアでは、まあ、結構散々な、本当、僕がもう足引っ張りまくって。そうなの？そう。いやー、まあ、そうなりますね。フォローせえよ。まあ、頑張ってくれたので。まあ、一応、今やってるコンソールが、Xbox って言って、まあ、多分、結構知らない人多い。と思うんですけど、映るかな。これが急遽その普段やってるあのコントロールから、あ、すいません。二人喋っちゃってるからもう。これが多分みんな見られてる PS4 の。はい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 。はい、でもう一個FIFA の大会ってコンソールがあって、これが、はい、Xbox ってコントローラー。まあ、形も違えばスペックも違うんですよ、いろいろ。見えますか？はい、見える見える見える、わかりやすい。まあ、で、まあ、コントローラーの感覚とかも違いますし、いろいろ違った中で、まあ、ちょっとなんか急ピッチで作り上げた感じなんで、まあ、結果もまあそれなりって感じ でこのままだとちょっとやばいなと思って、大会終わった直後、まあ、アグと相談して、まあ、ちょっと戦術とかどうしようかみたいな話やって、まあちょっと僕自身もちょっとなんか投げやりになってたところがあって、まあ、はいはいはい、で そしたらアグから、いや、お前はいつも通りやればいけるみたいな感じで、まあ、ずっと言われてまあそれを信じまあそれを信じて、まあちょっと初心に帰るというか、まあ僕らしいディフェンス、僕結構ディフェンスが得意な選手なんで、ディフェンス中心に行ったらいけるんじゃないかと思って、そのスタイル作るために、うん、その2週間ぐらいかな、めちゃくちゃフレンドリーマッチって言って、まあ、オンラインにつないで、はいはい、まあ、シンガポールのプレイヤーとか、韓国のプレイヤーとか、オーストラリアのプレイヤーとか、とりあえずもう予選で当たる選手をひたすらコンタクト取ってやりまくったんですよ、固めるために。はいはいはい、でまあ、その結果、まあ、うまくつながって、結構完璧な内容で、まあ、優勝できたっていうのは、この流れ自体が、まあ、もともとその、なんかもうあんまり成長しないんじゃないかなと思ってた自分がいたんで、そのイタリアの経験して、うん、まあでもまだ、こう、なんだろう、そのサイクルを見直したらまだやれるんだなっていうのを改めて確認できたいい機会だったのかなと思いました。まあ残念ながらブカレストはまだ延期になっちゃったんですけど、うんうんうん、まあ、そこはかなり良かったですね。で、まあ、もう一個嬉しいことがあって、その一緒に頑張ってたアグが、同時にその大会で優勝してくれたっていう、止まって、まあ、こう、やっぱ、e スポーツチームとして、結構、いい形にできたのかなっていう、初めて、そういうことを感じました。はい。なるほど。実際、アグ選手は、その、タクト君が、まあ、悩んでるというか、もがいてるところを、はいはい、見てたというか、そうですね、分かるじゃないですか。はいはい。実際どうでしたか、見てて。いや、正直な話すると、その、まあ、本人にも言ったんですけど、イタリアに行って、その、本番戦ってる時に、まあ、その2オンじゃないや、ワン、その2人1組のチームになって2対2で争う形式だったんですけど、そのクラブイークラブワールドカップが。
でもそのまあ自分がやった後に次じゃあ Xbox に変わってザクト君に変わってやりますってなるときに見てていやこれ絶対勝てないなとなんか正直差を感じたんですよ他のプレイヤーと、うん、でまあ結局そのまあ内容もちょっとよろしくなくてそのまま敗退しちゃってってところでまあその本人も相当落ち込んでてもう俺引退だってまで言ってたんですよ。そこまで、相当メンタル来てていやもうあとは頼んだアグみたいなもう俺いいわみたいないや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 とお前、はいはいはい、俺の先輩なのにお前何そんな弱音してんだよとお前が1年目の俺になんかそんな言われて恥ずかしくねえのかと、まあ、そこでまずいろいろお説教しましてで、まあ、その後いやもう初心に帰ろうって言って、まあ、彼そのさっき言ってたように守備が君強いあの強いというかその武器だから、うん、そのチーム自体も守備寄りのチームにしてガットとかも一新してもう一回その初心に帰ってプレーしたらどうって、うん、アドバイスしたらまあうまくいったようでまあよかったですし自分もその同じ大会で、まあ、その部門が違うんで PS4 部門と Xbox 部門で、うんで、Xbox One のその2枠のうちの1枠はザクト優勝で、1枠、そのブルーナイト枠で取れて、PS4 部門はアジアで1枠しかないんですよ。はい。その1枠もなんか無事、自分もその、イタリアの経験を生かして勝てたので、まあ、チームとしては、まあいい、その結果としては悔しかったイタリアの遠征でしたけど、チームとしてはいろいろ成長できたのかなとは思いますね。なるほど。まあ、タクトとしてはちょっと耳が痛いお話かもしれないけど、でもそれをね、告白して、あ、告白というか、克服してか、そうですね、まあ、今のチームまで上り上げたというか、築き上げたんだから、すごいですよね、そのカムバックは。うん、そうですね。で、まあ、その、FIFA 自体の、そのシーズンっていうのが、まあ、ポイント制になっていて、まあ、結構分かりにくいと思うんですけど、何で例えたらいいのかな。なんだろう、うん、例えようがない、ね、まあなんか各大会にポイントが用意されてるんですね。なんかこの大会出ると、まあ、例えば200ポイントとかでそういうのの積み重ねで、うんまあ、最後そのワールドカップっていうのがあってそのワールドカップに晴れて出場っていう形になるんですけどで、まあ、もしそのブカレストの大会決まってなかったらもうこのままシーズン終了って形になってたので、うん、まあそこもあってかなりいい経験にはなりましたね。うんうん、まあそういう経験をしている2人だから今のブリネット EFC が本当に強くなってきてる、うん、おかげでもあるので本当にありがとうございます。僕らとしては本当に嬉しい限りです。で、ちょっといろいろね、時間もない中でコメントがかなり来ていまして、やっぱりホンダ FC のファンの皆さんがすごくコメントくれてます。で、ちょっと、クリちゃんに、いろいろと、どんなファン多いの？すごいファンが多いんだよ。久しぶりに出てくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に。でもね、多分、ちょっと聞きたいと思うエピソードが1個あって、クリちゃん、これいい？はい。はい。やってしまった瞬間。瞬間で、はい、アンケートに、はい、印象的なのは JFA 選抜でのオウンゴールって書いてあるんですけど、はい、JFL 選抜に一度選んでいただいて、まあ、海外遠征でミャンマーに行ったんですね、はい、で、その際、まあ、その JFL 選抜のキャプテンとしても、まあ、試合に出させていただいていて、まあ、もちろん代表なのでやっぱり勝たないといけないっていうゲームが3試合あったんですけど、うんまあ、そのうちの1試合、まあ、自分のオンゴールで、負けてしまったんですけど、はい、まあ、そのオンゴールが、まあ、明らかに、まあ、コミュニケーションミスには見えないけど、旗から見たら、うんでもなんか自分の中ではもう明らかにコミュニケーションミスだなっていう、もう本当に自陣のキーパーにバックパスしたのがそのまま入っちゃったみたいな感じのやつなので、わ、これ本当にやっちゃったなっていうのはすごい印象的に残ってますね。
なんか、ホンダ FC 時代の印象に残るプレーありますか？やっちゃったやつですよね。いや、もうやっちゃったじゃなくてもいいよ。なんかみんなに披露したエピソードがもしあれば。結構どの試合も印象に残ってるので、うん、今まで人生で優勝したことなかったんですけど、まあ、入って2年目に、初めて優勝することができたときに、まあ、決勝ゴール取れたっていうのはすごい一ついい思い出です、うん、決勝ゴールか。あとね、クリちゃんのね、キャプテン、コメントが来てるんですよね。全部クリちゃん宛てなんですか？静かになるからな。そう。まあ、いきなり静かになる。すごい静かだよね。だってもうクリちゃんのターンやもん。しゃべることあれへんもん、こっち。え？そろそろ来てましたよ。ほんまに？ご自宅ですか？ご自宅ですかって言ってますよ。そんなん質問じゃん。冷やかしやもん。周りそんなんばっかりやし、嫌やわ。もっと僕も欲しいですよ、そういう真面目な質問。意外に皆さん見ていただいて59人かな、今は。もっと増えてるのかな。確かに。まあ、すごいですね。ありがとうございます。ちょっとね、もう52分なんで、あと2問ぐらいできれば行きたいなと思うんですけど、ちょっと用意したのせっかくなんで。お母さんが来た。え、お母さん？雄大の話、何も聞いてないから、雄大の話聞きたい。孝太郎さんの。おかん、おかんはこうへんわ。お母さんね、こうちゃんの試合が見たいですみたいな、なんかコメントしてます。じゃあ、皆さん、雄大じゃあこれ聞こっか。人生のターニングポイント。はい。まあ、あの、印象的な23歳のアメリカ挑戦って書いてくれてるけど、どうでしたか、はい、この23歳の挑戦は。そうですね、まあ、たけさんと会ったところから始まるんですけれども、まあ、そこから1ヶ月ぐらいで3チーム受ける予定を立てて、まあ、アメリカに向かったんですけど、まあ、最初あの、日本からホテル予約してたのにもかかわらず、ホテル着いたら、そのホテルがやってなかったりとか、いろいろ散々なことがあったんですけど、まあ、その中でも、まあ、1発目から、まあ、3チーム全部で受けたんですけど、1チーム目も、まあ、2チーム目も、まあ、評価良くて、3チーム目の、まあ、リッチモンドでもうすぐオファーを出してくれて、サインした時は本当になんかこれから人生変わっていくなって、すごい挑戦してよかったなって思った瞬間です。めっちゃ、まあ、かなりめっちゃ真面目って言ってくれこれこういうやつじゃないですか。ちょっと待って、ストップストップ。でもね、そのキャラクターがリッチモノでも生きて、すごくファンの皆さんから愛してもらってね。うん。そうね、ファン投票人やもんな。かなり人気選手でしたよね。ありがとうございます。まあ、自分からあの飛び込みに行ける性格だったので、やっぱそれが、あのチームのみんなにも分かってもらえたんで、それが一番大きかったなって思ってます。なんか自分から心がけたことってあったんですか、その相手の懐に入るために。そうですね、とにかく、まあ、チームメイトがと一緒に住んでたんですけど、チームメイトがどこか行くって言った時には、まあ、どこに行くにしろ、まあ、ついていくっていうことをずっとやってて、まあ、本当に仲いい、まあ、家族ぐるみで今でも仲良くしてくれるチームメイトがいるんですけど、まあ、そいつと一緒にずっと行動してたっていう感じで、本当に何だろう、どこに行くにしろも、とりあえず外に出るっていうか、まあ、英語しゃべったりだとか、そうやって常に、まあ、何だろう、家にいないで行動するっていうことを心がけてました。今でもチームメイトと連絡取ってますか？今昔の。取ってますね、はい。で、まあ、おととしは結婚式に呼ばれて結婚式に行ってきました。あ、まあ、そうやって世界出るといろいろ人脈というかね、ネットワークが広がるから、それもそれで魅力ですもんね。そうですね、はい。だから本当に行ってよかったなって思ってますし、皆さんにお世話になってます。こちらこそお世話になってますで、そんな
いろいろ今話を聞いていただいている方は分かると思うんですけれども、僕らみんな武さんにね、いろいろお世話になっていると思うんですけど、武さんに1個質問があります。他の人に自慢できる特技、人にはない自慢の特技っていうのをアンケートで取らせていただいたんですけど、気になる。武さんの特技がね、確かに、第一印象を当てるってあるんですよ。へえ、僕らこの聞いたことない第一印象ってどんなったんですか。あ、たけさん。あれ？声聞こえなくないですか。あれ？ニューヨークですね。そういう前初めてなんで、あの視聴者の皆様。ちょっと今音声トラブル。つないで雄大、雄大つないで。社長の声が聞こえなくなった。あれ、雄大、雄大。本当若いな本当に。あれ、タケさん逃げた。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。逃げたやん、逃げたやん。タケさん逃げた。当てれへんじゃん。嘘、嘘入っちゃったんですか。ほら、そういうこと言うからで。入っちゃったじゃん。入ってこへんじゃん。あと5分以内に。いなかった。あ、来た来た。ちょっと待って、ちょっと待って。来ました。来た来た来た。来ました。今ね、参加中ってなってる。あ、OK です。OK。だかな。聞こえるかしら。あ、聞こえました。ました。大丈夫です。あ、よかった。すいません。じゃあ、すいません。もう一回。第一印象の話。はい。特技で第一印象を当てるって書いていただいてるんですけど。仕事柄上、いろいろな方に会う機会がすごいあるんで、多分それを通して身についたと思うんですけど、第一印象、会った時のも印象でなんとなく、こういう人なんだろうなっていうのがあると大体当たってる。だから皆さんも大体合ってたからこそこうやって長いお付き合いになってるかなって気はするけど、結構なんだろうな、例えばバルサ辞めた後の話とかいつもするんだけど、一気に友達がいなくなったのね。で、あ、ちゃんとあの人を見極めて仕事していかなきゃっていうのもあったりとかした中で培われたり、まあ、当然失敗もいっぱいしてきたりしてるんで、そういう中で身についた特技かなとは思ってます。一発目でなんとなく印象が出るじゃない相手の、それが大体合ってるなっていうのが特技ね。すげえな。ちなみに雄大の、まあ、雄大ばっかりいじって申し訳ないですけど、ちょっと印象ってどうなんですか。雄大はさっきの話で出るかなと思ったけど、初めて会った時は吉村先生と一緒に会ったんだよね、宮崎先生。あ、そうですね、はい、学食で、はい、で、あ、子供だなと思ったの。俺から海外に行く自分の人生の話。テルさん笑いすぎです。先生2人連れてきただろうみたいな。すいません、なんとなく分かっちゃった。それでこれからの自分の人生でアメリカ行くってことは、多分厳しい世界行くから先生2人も連れてきてる段階で失格ですよっつって、1年間ね、本気だったら1年後にまた話しましょうっつって別れたんだよね。そしたら1年後に自分が講義をしてて、で講義が終わってで学生たちが吐けるじゃない、教室から。そしたら一人まだ残ってて、質問があるならいいよって言ったら、覚えてますかって言って、井村ですって言って、1年間なんだっけ、英語を勉強しましたとか、本気ですとか言って来てくれたんだよね。みんなね、そういう逸話なんだよ。てっちゃんもそうだし、てるくんもそうだし、こうたろくんだけちょっと違う形の出会いだったけど、くりちゃんもそうだし、だからそういう第一印象って大切だなって。いう話です。
ありがとうございます。じゃあ僕らみんな多分気になるところだと思うけど、また個別にいろいろ聞きましょう。そうですね。あ、ちょっと待ってください。俺子供だけで終わってるじゃないですか。俺は子供だっていうだけで終わってるじゃないですか。終わってるっていうか、そうやね、もう実際飽きてるから飽きないやん、当たってんの。わかりました。子供だけどすごい多分純粋なんだろうなって感じ。あの時確か先生に、あ、お前お茶持ってこいとか言われて、はい、すぐお茶を走って取ってきたんだよね、雄大が。へえ、学食で、はい、でなんか子供だけどすごい素直な子だなって印象があったんだよね。だからまあ根はいい子なのかなって印象を受けて、その日は終わった感じかな。確かにそうですね、はい。雄大服装まで覚えてる。だってこれなんか会場なくないですか。まあまあまあ、まあ、でもこれコメント見たハラディが、俺雄大は絶対ダメだと思ったって書いてあるよ。確かに会った時に、あ、これ俺終わったなと思ったんですけど、まあよかったです。なんかそっからあのアメリカ行って、はい、まあなんか変われたかなって思います、本当に。いや、多分みんないろいろ変わってるんじゃないですか。リッチモンドの監督から言われたのは、あの、広山くんとは全然違うねっていう、雄大がね。広山のぞみくんっているじゃん、元日本代表。はい。あれはもうスーパー人格者でね、あの、リッチモンドでも1シーズンしかプレーしなかったけど、レジェンドになったんだよね。で、その後に雄大が来て同じ背番号14もらったんだよね。ポジションも似てたし。でも監督から全然キャラ違うね。それは面白かった。なるほど。まあそれは田辺さん特技で、みんな多分いろいろ印象を持たれたんでしょうね、きっと。ありがとうございます。いや、本当はてっちゃんの第一印象を話したいけど、まあ今度の機会。いやいや、ちょっとまた、はい、それは僕と通って。すいません。ということで、意外にやっぱ早いっすね。もう11時回ってしまって、まあ、これ以上、話は次の機会にいろいろと聞いていきたいと思うんで、今日はありがとうございました。本当に、ちょっといきなり締めになってしまうんですけど。ありがとうございます。第2回あるんですか？第2回ぜひやりましょう。やりたいですね。もうちょっとテルさんの話とかも聞きたい。いやいや。現役の選手の話をちょっと聞いてくださいよ。僕のおじさんの話はいいんで。いやいやいや、多分いろんな人がいるから面白いんだと思いますよ。はい、そうですね。現役もいれば、あのもう違うキャリアの人もいれば、e スポーツの選手もいればっていう角度なので、多分じゃあぜひ次回もう一回やりましょう。はい。お願いします。はい。その時はぜひ集まってください。はい。はい。じゃあせっかくなんで。なんか。テーマとかも皆さんに募集できたらいいですね。はい、ぜひ、多分これ見ていただいてる YouTube よくこうやってるけど、あの、ブルーユナイテッドのチャンネルあるんで、これやってみたかったんですよね、これ。登録していただいて、安心よで。ね、ちょっと一瞬、画面共有していいですか。はい。概要欄にもあるんですけど、みんな画面を見ていただけるとありがたいんですけど、はい、ここに QR コードを作りました。で、今この QR コードを読み取ってもらって中に入ってもらうと、アンケートがあります。ぜひ今日見ていただいた皆さんの中で、アンケートに答えていただいて、次回僕らがこのトークをするテーマの参考になるようなことを、フィードバックいただけたら大変ありがたいです、次回もこのメンバーで集まれるように僕ら計画してきますんで、アンケートの方ご協力をよろしくお願いいたします。はい。で、あとは、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回、みんなで集まって、また楽しいお話ができるように頑張りましょう。はい。はい。はい。
じゃあすみません、朝早くから夜遅くまで皆さんごお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた次回お会いしましょう。はい。バイバイ。失礼します。失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。